こんにちは、よい公園店のトミーです。畑谷のシャミです。神山店の上津です。おお、願いします。お願いします。今日はあの偶然なのか必然なのか今日は同期3人でお送りする回なんですけど、ね、ちなみにこれマジで偶然ですよね。めちゃくちゃ偶然だね。で、あの、まあ、早速なんですけど、あのここに並んでる自転車、まあ、3台あるんですけど、はい、まあ、我々あの各自組んだチャリで、まあ、全然違うチャリに見えるんですけど、実はこれ全く同じレムを使って組んでるバイクで、サーリーのクロスチェックっていう車体で、どういうチャリなんですかっていうのを、まあ、説明していこうかなっていう回ですね。そうだね。ちなみにね、うん、このサーリーのクロスチェックってなんか前回幡ヶ谷でこれも俺とデイジさん金子さんに撮ったサーリーのチャート動画、うん、はいはいはい、あれ撮った時に、まあ一番ベースとなるというベーシックな、うん、サーリーの中でクロスチェックはこういう位置づけっていうところでも本当ど真ん中ぐらいに来たのがこのクロスチェック、うん、簡単に言うとどんな乗り方でもできるんで、そうだね、うん、もう自転車初めて乗りますっていう方にも乗ってもらいやすいし、もういろんな自転車乗ってきてもう自転車マニアみたいな人が乗っても、 もう十分楽しんでもらえるようなスペックだし、うん、やっぱその使いやすさがあるっていう、うん、入門編であり終着点、そう、入り口であり出口であり最強最強チャリだね、うん、実際俺も乗ってるし自分で、まあ、そうだ ね、 ね、そうそう持ってるから、そうこういうチャリだよっていうのは、まあ、一番の特徴というかあれだね、すごい細かいとこなんですけど、あのエンド幅って後ろのホイールがつく部分が車輪がはまる幅ね、はまる幅がロードバイクとマウンテンバイクって実は違うんですよ。ほんの5ミリとかなんですけど、その違いで使えるパーツとかが全然違ったりするんですけど、どっちもマウンテンバイクのパーツもロードのパーツも使えるようにその真ん中の幅になってて、それも超やばいよ、発想として超半端じゃねえなんて、見たことない他に、他にね、うん、ないよねそんなの。後から知った、同じ、あ、クロスチェックと同じだねっていうのは、そうだよね、もうクロスチェックがありきだよね、うんうん、そうで、あ、クロスチェックと同じだっていうのはあるけど、うん、初めて、そんなことなんだって、自転車のゼウスだよね全能、全知全能、ね、全知全能の神みたいなチャリだからだから本来なんだろう、ギア付きで組む、ギアが付いてる自転車は簡単にはシングルギアを取ることはできないし、うん、基本的にシングルギアなしで組む自転車にギアをつけることはできないんだけど、それが意図も簡単にできるっていうのは、ね、これ実はすごいこと、すごいこと、革命的な、うん、それだけでも本当組む幅が広がれるね、うんうん、まあ、早速そしたらみんなのチャリを見ていきたいんだけど、はい、じゃまずこれ、ね、姉ちゃんのやつから、私ですか、私からいきましょうか。まあ神馬っぽいよね、本当にめちゃめちゃ神馬っぽい、うん、本当に神馬っぽいそうね、あのやっぱ神馬でもなんかこれをばっかりしっかり組んでるわけではなくて、もちろん街乗りでカゴついてたり、うん、ラックついてたりスタンドついてたりっていうクロスチェックももちろん組むんですけど、いわゆるその街乗りとか、まあ、コミューターバイクにすらクロスチェックが収まらないよっていうのをちょっとこの700の 40C っていう、まあ、太いタイヤのゴツゴツしたタイヤ入れてドロップハンドルで組むと、まあ、今流行りの最近グラベルバイクみたいな雰囲気で組むこともできるし、例えばよくお店で話するのはこういうバイクで組んで生活の環境だったり家族の環境が変わって欲しい自転車が変わった時に、例えば他の2台みたいにちょっと街乗りの自転車に新しい自転車を買うんじゃなくて組み替えることができますよとか、その振り幅を見せるためにもう1台クロスチェック神山では用意してて、うん、そっちはもうカゴがついててシングルでみたいなバイクと、まあ、2つ用意してあってもうそれぞれ対極のやつを用意してるっていう、うん、上ちゃん的にこだわりというかこのチャリのここがなんか押してる部分だなみたいなある、おい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 何台え、このバイク組むときどっから決めたの、ハンドルとかさ、まあ、ハンドルはドロップハンドルのでこういうゴツゴツのタイヤのいわゆるグラベルバイクっぽいのを組みたいなと思ってて、であんまりどうだろうな、分かんない、神馬だとクロスチェックをやっぱ街乗りで組む方が多いから、うん、黒いパーツ黒系で組むっていうのはあんまりないかなっていう印象があって、なんかそういうちょっと味の違うクロスチェックを組みたいなと思って、まあ、黒ベースで考えてたんだけど、真っ黒だとやっぱちょっと完成したっぽくなっちゃうし、うんうん、面白くないから、じゃあステムとシートポストだけジップのシルバーを使おうかなとか、意外とこういうのが好きなの、
ステムとシートボスはジップで、サドルとハンドルはリッチみたいな、なんかちょっとわざとスポーツっぽいやつを使うっていうのが個人的には好きかな。で、なんとなくハンドルとサドルとヘッドセットリッチで揃えようとか、うん、ステムとシートボスはジップで揃えようとか、なんとなくそう統一感を持たせてあげると、ちょっとスポーツっぽいあのパーツを使っててもなんかギラギラしないというか、うん、ごちゃごちゃしない、やらしくね、うん、やらしくなく組めるかなっていうのは。確かにすごいクロートっぽいパーツのチョイスと雰囲気が乗ってみるとすごい爽快で、うん、なんならレースも出れるようなバイクだよね、うん、シクロクロス、うん、もう名前にクロスシックのクロスって入ってるけど、うんうん、まあ、そうやってオフロード走行とか軽快にできるバイクだから、ね、CX のレースとかに出てもだからそれこそ OMM とかさ、うん、出てもめっちゃいいよ、ね、うん、この感じだったら。そうです、ね、そういう日常から一歩踏み出した遊び方ができるんだぜっていうのをちょっとこれで、うん、いい提案の形ですね。じゃあ次シャミセンのやつ見ていこうかな。これは幡ヶ谷でね展示してある、はいはい、これもクロスチェック、これサイズ50っていうやつで、50ウエンツのと比較すると、まあ、シルバーのパーツでまとめてるって感じで、うん、まあ、イメージはビーチクルーザー、大人のビーチクルーザーをちょっとイメージして組んでて、で、まあ、リアラックつけてスケボーラックつけて、うん、でタイヤは 43cm ちょっと太め、うんうん、で、まあ、クランクアーバーついてて結構乗ってみるとゆったりなんだけど、クロスチェックっていうその爽快に走れるフレームだから、うん、いわゆるビーチクルーザーって遅いもんね。そうなんだよあのビーチクルーザーって言ったら太いタイヤであの雰囲気はかっこいいんだけど、うん、ちょっとそれだとねあのもっさりしすぎるから、まあ、それこそスケボー乗んない時なんかは軽快に走れるような感じ、うん、でフロントダブルにしててリアにもギアがついてて、ね、それ渋い。あの上ちゃん組んだやつもそうだけどさ、フロント結構今シングル多いじゃん。そうなんだよ、それがね今どっちも2人組んだやつフロントダブルで組んでるから、俺今日ここ来た時あちょっと2台渋いなとなんかね、まあ確かにフロント1枚でもこと足りちゃうんだけど、うん、個人的には見た目的にフロントダブル結構好きだし、わかるわ、かっこいいもんな、なんか、ね、いいんだよフロントディレイラーってかっこいいから。そうなんだあんま実際使わなかったりするけど、そう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 、まあでもねあったらあったで確かに使う場面あるし、ね、まあ、こういうちょっとスポーツっぽい組み方とかだと一日で長い距離乗るっていうのもあるし、うん、例えば街乗りとかでも、まあ、保険としてそうだよね、そう普段使うのはこっちなんだけどやべこの坂超きちいわってなった時の保険としてつけとくっていうのをちょっとよく話させてもらうから。そう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 、で2人は感知ブレーキなんだけど俺一応 V ブレーキっていうのを使ってて、うん、でまあ、クロスチェックどっちもいけるから、そうで、まあ、V ブレーキの方が比較的制動力も高いし、うん、まあ、誰が乗っても安心して乗れる、速すぎないし遅すぎないしっていう、まあ、ちょうどいいところを狙ったバイクだね、うん、これ難しいけどクロスチェックって本当ちょうどいいんだよね。ちょうどいいんだよ。そう、そうなんだ。わかる。何がってなると何がってなる方多分多いんですけど、やっぱ本当ちょうどいいんだよ。ちょうどいいんだよね。早すぎないし、そう。スポーツすぎないし、そう。まったりすぎないし。その辺がね、やっぱブルーラグの組むバイクとかともやっぱマッチしてクロスチェックがやっぱ売れる理由でもあるよね。うん、これでもうパーク行って、そう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 。ちょっと。ね、スケート乗って一汗かいてじゃあこのまま銭湯とか行っちゃおうかなみたいな感じで使うんだよね。最高、最強、最強でいいな。スケート乗るできないけど、なんかそういう使い方するのにドロップハンドルってやっぱ違うじゃん、うんうん、このチャリだったらちょっとなんだろうな、まあ、リアラックにスケート入れてもうバックパックギャンギャンでしょって、そうだね、そうだね、ちょっとね立ち込みして走ってる感じが、ごめん間違ってたらカットしてほしいんですけど、これなんかすごいポパイ感があるね。分かる分かる、うん、分かる分かる。最近のね、うん、俺これはすげえ気に入ってる、うん、かっこいい、ここいっちゃん気に入ってんだよなみたいなとこある。あのこれはもう絶対リアラックつけてスケートラックつけるっていうのはもう大前提で進んでって、でまあ、うん、そういう人たちって俺は完全に俺のイメージなんだけど、うん、クルーザー的なそういう乗り方好きそうだなっていう、ビュンビュンに飛ばすんじゃなくて、あとこれ俺も一個あって横乗り系好きな人ってクランクアーバー好き。そうなんだよねBMX っぽい。そうそう、確かに確かに、だからか、うん、クランクアーバーのいいところちょっと戻りがある、ちゃんと戻りがある。そう、 BMX のフォルムできちんとこういう自転車につけた時に乗りやすいように、うん、なんか形が整えられてるなって感じです。なんかサーリーから出てるサンライズバーってあるじゃん、うん、
ああいうのだとちょっと幅も広いしで、ちょっと前傾になりすぎちゃうしなっていうところで、まあ、クランカーバーはもうこれはハマりだったね。なんかなんだろうな、三味線の優しさが出てる。そうだね、なんかね、柔らかい、すごい柔らかいバイクなんか。ちょっとあのテクニカルな話になるけど、これリアの変速は手元なんだよ。うん、うわー、渋いね。確かに。フロントの変速はダウンチューブのところで、あの、まあ、そんなに使わないしっていう、うん、で最大限ハンドル周りすっきりさせて、そんなに出番のないフロントの変速に関してはダウンチューブに持ってっちゃう。いいですね。まあ、この辺もなんか組手のなんだろう、自由がさ反映できちゃうじゃん。そうね、そういうのもさハマるのがいいところだよね。本当ある程度なんだろうな、サーリーはいろんな挑戦的なことだったりとか提案的なことをしてもかっこよくなるし、 その懐の広さってよく言うけど、そういうのが好き、魅力だよね本当に。でももう好きなように、うん、やりたいようにやるのがやっぱかっこいいよね、うん、サーリーは一番何やってもかっこいい。 そうだね、それは組むメカニックもそうだし、うん、いじる、うん、カスタムするお客様もそうだけど、もう何やってもいいっていう。だってロゴ貼らなくたっていいんだよ。そうだし、これさっき言ったけど、ね、ヘッドパッチ逆さに貼ったりしちゃうからね。あ、そうあとね、俺さっきまでこれロゴ貼ってなくて、あのさっきお店からこれ乗ってきたんだけど、は一応貼ってからいや、ほんとそう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 、店頭に飾ってあるサーリーでもクロシックに限らずステッカー貼ってないのとか普通にあるから、なんかそれが許されるというか、ブランドロゴ入れなくてもいいっていうのはやっぱサーリーすごいよね。なんて言ったらいいんだろう、自由だなって思う。そしたら次俺のやつ、ヨヨコーの、ヨヨコーのやつ、もうこれも俺が組んだやつで、はい、まあさっき言ってたみたいにロゴを貼ってなかったっていうのも、あの結構サーリーってさ、なんか最近オフロードチックな感じで太いタイヤとかで組みがちじゃん、ね、結構そのイメージがサーリーってあるから、なんかあえてあのサーリーじゃないみたいなチャリを組もうと思って、うん、だからもうそんなに太いタイヤじゃなくて、うん、まあイメージ的にはもう本当に片道5キロとかでも10キロ圏内で生活する人に向けて作ったみたいな感じだから、まあそんなギアもいらないっしょ、うん、俺もなんかシングルスピードとかピスト好きだし、このシャキッとした感じ、こうなんか爽やかな感じをシングルスピードで組んで、まあ本当街乗りなんで、上ちゃんのやつはちょっとスポーティーな感じで、三味線のやつは割とこうクルーザーっぽいちょっと遊びの要素もあるみたいな感じだけど、このチャリはなんかもうなんだろうな、スニーカーみたいな、もう毎日履くものみたいな、毎日使うもので移動手段だし、もう道具だし、だ、ね、でもやっぱかっこいいよねみたいな感じで、うん、ちょっとペイントもしてもらって、いい色だよねこれね。そう、確かに。でフロントバスケット仕様みたいな感じ。おしゃれだよね。おしゃれ、代々木っぽいなんか例えばおしゃれ、うちのこの神馬店を代表したクロシックだと結構やっぱパッと見ギアもいっぱいついてるし、うん、なんか余計なポンプとかもついてるしちょっとなんだろう、足し算のカスタムというか、うん、足し算な組み方だけど、代々木のやっぱクロシックはやっぱりシングルのバイクの需要が多いとかもあると思うんだけど、あ、引き算しまくりで、うん、引き算のバイクだなって気は。引き算バイクだね。引き算したけどなんかちゃんとこの裾絡まんないように、ね、うん、どんなパンツとかスカートとか履いてもいいように、あのバッシュガードチェーン絡まないようなやつつけてるし、でもなんかこうブレーキのところとかはちょっとかっこいいポールとかつけてみたいな、レザーの素材もついてるし、パッと見では分かんないけど実はこだわってるみたいなのも、なんか組み方としてかっこいいかな。真鍮のスペーサーとか、うん、そうなんで割とこうネオクラシックな感じで、うん、まあ普段着に似合うようなチャリにしたって感じかな。あとやっぱカゴじゃない、カゴだよね、カゴ、前カゴ、引き算はしてるけど、うん、カゴめちゃくちゃ便利だよ、うん、マジでいるからね、めちゃくちゃ便利マジで。まあなんか冬とかはぶっちゃけメッセンジャーバッグとかバックパックとか背負ってて全然いいけど、やっぱねこっからね夏にかけて暑いからどう考えても、そうどう考えても暑いから、ね、なるべく、いやもう乗ってだけ暑いけど、なんかもうでそこはもうチャリンコに持ってもらおうぜみたいな、うん、確かにな。でなんかカゴつけるとスポーツバイクってダサいよねっていうのがこうなんかちょっと風潮として今まであったけど、うん、やっぱそうじゃなくてかっこいい
カゴとかキャリアとかってあるし、やっぱその付け方とか雰囲気とか使い方とかあるから、うん、なんかそういうのをこのバイクで表現できたらいいなと思って、例えばそのバイクだったらカゴももちろん似合うしスタンドも似合う、うん、そうだね。でそういうのが似合うスポーツバイクだからサーリーはすごいと思うんだけど、うん、そうね。なんだけどやっぱこれにスタンドは俺あんまつけたくない。なんかそういうのはあるよね、組み方によって。あるね。いやそれはこの感じだったらつけた方がいいかなとか、うん、なんか本当に何でもできるんだけど、うん、何でもしていいわけじゃないというか、なんだろうね、そこはすごい難しいというか、多分それぞれこだわりというかあるから、ね、うん、そういうのは例えば担当のメカニックとかと相談して、この組み合わせとこれはどうですかみたいなのも一緒に、うん、なんか、あ、それかっこいいかもしれないですねとか、それやめた方がいいかもとかっていうのを相談していくと、なんか楽しいかもしれないですね。だし、うん、なんか例えばそういうさっき言ったスタンドとかもさ、つけたいってなったらさ、まあ、ちょっとこのチャリンコだとスタンドつけるのはな、じゃあハンドルも一緒にとかそうやってくるとさ、カスタムがやっぱ楽しくなってくるよね、うん。例えばこれにもう乗ってる人がいたとして、スタンドがつけたり、うん、ちょっと細かい話すると、スタンドつけるんだったらタイヤもちょっと細くした方がいいんだよね、うんうんうん、これだ。じゃあタイヤも変えましょう。でスタンドが似合うように、じゃあこのスタイル一回やめてハンドルも変えませんかとか、うん、乗っていく中で違う自転車にこうどんどん変身していけるっていうのは、うんね、そうすごいところだ。正解がないけど全部正解だよね。そうね。あとなんかね、俺結構お客さんに言うんだけど、なんかなんだろう、パーツ選びとかが本当に洋服みたいに選べるから、まあ、他のチャリとかもそうなんだけど、特にクロスチェックは本当に自由度が高いから、うん、なんか何、例えればだけど、ランニングするのに革靴履かないと、うん、どう考えても、うん、なんかスポーティーに走りたい、ランニングするみたいに走りたいってなったらこういう風に組めるし、うん、でいや、なんか別にランニングとかじゃなくて普通に街を歩くとか、なんか日常を普通に歩くだけとかだったらもう全然スニーカーでもいいし何でもいいし、うん、なんかそういう風に洋服選ぶみたい、スニーカー選ぶとか洋服選ぶみたいにパーツを選べるから、うん、なんか本当に1台、一家に1台あっていいんじゃないかな。いや確かに確かに一家に1台だしそうだね、家族、例えば3人家族だったら俺3台あっていいクロスチェック 2、3年ぐらい乗ってきたけど、まあ、最初ももちろん街乗りみたいに組んで、うん、でそこから OMM 出たいみたいになって行きましたよね。そこからそう一緒に行ったじゃん。あとその後かな、あの白州のバイク、 あれか白州のバイクロアの方が先で、白州のバイクロアでレースに出てみるみたいになって、うん、レースも走って全然走れたし、でそしたら OMM 行けるでしょってなって OMM これで行って、まあ、散々乗り倒して、まあ今ちょっと乗せ替えてオールシネゴリラモンスに乗ってるけど、うん、今度こっちどうしようかなって考えてて、あのシングルにしようと思って、うん、シングルにしてフェンダーつけて、なんか本当快速通勤しようみたいにしようと思って結構今あのゴリラモンスの本当グラベル系に振ってるから、なんかそうやって使い方が変わった時に本当にガラッとこうパーツだけ変えれば変えられるから、本当になんか大体乗り換えたら乗らなくなっちゃうってなりがちだけど、なんかそうじゃなくて、まあ、バラしたけど次どうしようかなってなるから、すげえ本当に買ってよかったと思う。それが分かる、すごい分かる。例えばサーリーのクロスチェックをそのスポーツバイクの最初の1台として買ってもらって、うんうん、例えばもっと土の上を激しく乗れるやつに自転車買い替えたいってなって、じゃあこういう組み方して、これにもっと特化したやつを手に入れたときに、うん、これはもういらなくなるんじゃなくて、うん、じゃああっちの組み方に変えようとか、そうやって、なんだろうな、クロスチェック乗ってた、で違う自転車に買い替えたけどクロスチェックまだいるんだよね、そこに、うん、それがすげえ分かる分かる、もういらないってならない。それがね、なんかだからこそなんか最初の1台におすすめですよっていうのは、なんかその守備範囲が広いとかもあるんだけど、なんか最終的にこれに乗らなくなるってことが可能性が限りなく低いと思う。確かに、うん、まあ、最初ってさ、あのなんだろう、こういう乗り方したいってもう決まってる人ってまずいないじゃん、まあいない、こういう乗り方してみたいは分かるけどさ、それが本当果たしてずっとその乗り方していくかっていうと違うじゃん。なんかそうやって方向性が変わった時にもね、快く受け入れてくれるのはクロスチェックの懐の深さだよね、うん、
なんかちょっとここまでなんかクロシェック褒めすぎてなんか気持ち悪い気持ち悪い逆になんかダメなとこちょっと探してよ。ああるんですよ逆にダメなとこっていうかよく言うんですけど、例えばクロシェックってロードバイクと例えばまあサスペンションついたマウンテンバイクがこう両端にあって、うん、ちょうどその真ん中にいると思うんですよ、うん、でどっちにもこう傾けるけど、うん、完全にどっちかにはなれないっていう話をすごいよくするんですね、うん、ロードバイクにはならないしマウンテンバイクにはならないけど、こうどっちにも触れるのがクロシェックのすごいいいところだから、うん、ロードバイク欲しい人はクロシェックを買わない方がいい、ねうん、しマウンテンバイク欲しい人はクロシェックは買わない方がいい、うん、明確にグラベルバイクでもいいしマウンテンバイク、ロードバイクが欲しい人はクロシェックはおすすめじゃない、うん一台でいろんなことしてみたいとか、まだ明確にこういう自転車の遊び方をしたいってはっきり決まってない人のやっぱ一発目として、いやこれグラベルバイク例えば買ってミスったな、全然そんな乗り方しねえわ、これで来るんだけど、じゃあ組み方変えようっていうその保険じゃないけどが効くっていうのも、まあいいとこっちゃいいとこだけど、その分やっぱ完璧に何かにはなれないっていう。いやもう本当おっしゃる通りだと思う、唯一わざと決定を挙げるとしたら、確かにね、あのいい意味で中途半端っていうか、うん、なんか中途半端って言い方も悪いんだけど、うん、いやでもいい意味で中途半端、いい意味で本当中途半端、うん、何でもなれる、確かに、ね、米もなれるチャーハンにしてもうめえし確かに混ぜご飯にしてもうめえし確かにカレーかけてうまいみたいな、欠点になりえないけどさ、このクロスチェックのいわゆる企画ってさ決して最新の企画ではないじゃん、まあ、確かに、うんうんうん、まあこっからこの企画のために何か新たなものが生まれてくることはない、ね、なさそう、うん、なんかレガシーな感じで、レガシーな感じだと思う今ある今使えてるものをこっから残していく作業に入るから、うんうん、なんか常に新しい何かをチェックしたり、新しいカスタム、新しい何かをこいつにもたらしたい人は、うんまあ、自転車でそういうのを楽しみたい人は向いてないかも、うん、だからこそ好きっていうのもあるんだけどね、うん、そうだよね、10年前に納車したクロスチェックと今日納車したクロスチェックと10年後納車したクロスチェックって多分全部一緒なんだよ、全部そうなんだよ、それがいいんだけどそれをいいと思わないということもできるという、俺も結構しばらく乗ってたから欠点というか、まあ、唯一、うん、感知ブレーキで乗ってて、うん、あの OMM 行って、まあ、上ちゃん分かると思うんだけど結構マジでやべえとこ行ったじゃん、でも感知でちょっとウェットだったからマジで止まんないとこあってこれや死ぬかもしれないと思って、まあ、結果的にその気持ちとポールのブレーキがなんとかしてたんだけどあのやっぱね、そういうもうなんか極限のやばいグラベルに行った時にやっぱりそのブレーキっていう問題が出てくる場合があるんだよね、うん、でなんかねそこで俺ねはってこれなんだと思った時になんか自転車の進化ってやっぱそうやってきてるんだよ、ね、だからどっかでやべデムブレーキ死ぬわってなったやつがディスクブレーキ、そうだからディスクブレーキが今ディスクのロードもそうだしなんかどんどん技術も上がってもう平均速度とかもう爆速になってるから、うん、そうなってくるとやっぱあのディスクブレーキ必要だなとか思ったりもしたけど、うん、その時に出てくるのはストラグラーだったりするし、うん、なんかやっぱサーリーってなんかその時代とともに進化もしてってるし、そのレガシー系のやつもこう作ってるそのなんて言うんだろう、一つのブランドで道筋をこう分けてるあたりが、うん、確かに、なんかもうクロスチェックの話からだんだんもうサーリーの話、うん、サーリーの話になっちゃうんだけどやっぱサーリーのすげえなと思うところがやっぱもうクロスチェックってレガシーじゃないですか、うんまあ、過去の遺産というかそれをダメにしないというか、そうね、そうだよね、大きいブランドとかだと前前年のこのモデルより空気抵抗が何パーセントくなりました、うん、ってことは、うん、今年のモデルより去年のモデルはこの性能が 15% 悪いっていう言い方をクロシェックっていうかサーリーはしない、うん、なんか昔あったものをなんか昔だからのものでもう使われないものとするんじゃなくて、うん、それをずっと残してたりとか、ね、そろそろ、ね、うちのスタッフも言ってたけどヴィンテージサーリーっていう言葉が多分もうそろそろ出てくるよ、うん、出てくるような、ポツポツあるしね、うん、うわこれ初期のクロスチェックじゃんとかさ、ダボにダボがね肩がすげーみたいなちゃんとアップデートされてるじゃねえかこの十何年間でみたいになるもん、ね、
そう、なんかその昔の企画とか今主流じゃないものをなかったことにしないっていうのが、うん、すげえかっけえ。すごいよね、うん、だってさ今さ2022年じゃん、うん、そこでさダウンチューブにさダブルレバーつけられるようにしてんの結構やべえと思う。いや本当にそうだよねまたさだって俺らが組むときはダブルレバーを一発目ではつかないもんね絶対に、うんうん、だけどそのバイクみたいに来たこれだわってなるときあるし、ある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 、なんかそういう可能性を消さずに残してくれてるっていうのはあとなんかクロシックに限った話じゃないんだけど、うん、なんか何年か前さあのサーリークルー来てくれたじゃん、あ4年来た、ね、4、5年前ぐらい、うん、その時になんか聞いたんだけどあのサーリーってさもう本当に細かいサイズ展開があるじゃん、うん、で超こだわってるらしくて乗り心地っていうものに超こだわってるらしくて、うん、なんかどのサイズ選んでも同じ乗り心地になるように、そうあのバテットパイプってなんか一本の、まあ、筒なんですけどあの両端が厚くなってて真ん中に行くにつれて薄くなってみたいなバテットっていうあれをかけてたりするんですけど、それをサイズによってバテットの変え方かけ方を変えたりとか、うん、パイプの太さとかあのスチームローダーとかそうじゃん、そうパイプの太さ違うじゃんとかやって全部同じ乗り心地になるようにしているって言って、すごいよね。持ち悪く言ってたって、150センチの人が乗っても2メーターの人が乗っても同じっていうの、同じ、爽快感と乗りやすさを感じられるっていう、やっぱサーリーが自転車使って遊ぼうぜ毎日こいつらと過ごそうぜみたいなのをなんかそこで俺めっちゃ感じて、気持ち悪いこいつらめってそれ思い出したわ、それ思い出した、それすごいですよね、すごいよ俺超やべえなと思って。あとまずすっ飛ばしたけどハンドメイドかよっていうぐらいサイズあるよね。いやそうなんだよ、だいたいドンピシャのサイズご用意できるからね、うんうん、あと乗り方によって変えられる。あ確かに確かに、この身長も私だったらどっちのサイズも乗れるなってなった時にどんな乗り方、どういう乗り方、どういうハンドルつけたいですかって聞きますね、うん、じゃあそっちですねみたいな、うん、そう乗り方によって、まあ、身長また下に合ってるサイズを選ぶっていうのがまず第一条件で、うん、たまにいるんだよね身長、例えば仮に165センチから170センチまで乗れる場合、うん、で、うん、次のサイズは170センチから175センチまで乗れる場合、170が被るからどっちのサイズにしようって、うんうん、例えばねなった時に組み方によってサイズ変えたりする、うん、変えるわ。あとはなんかもう店頭に来て乗ってほしいよね。あ乗ってほしい、本当に。そう、なんかそのために組んであるし我々もそうなんか見てほしいし、そのままもちろん購入もしてもらえるんですけど、やっぱその乗り物だし道具だし、うん、やっぱ乗ってほしくて、こうやって各店に乗った方がいい、そう置いてあるんで、ね、今日ここに来るまで乗ったけど、うん、改めてめちゃくちゃ乗りやすいじゃんって思ったから、うん、もう乗ってほしい、うん、まあ、他にもいろんな自転車あの各店置いてあるんで、うん、まあ、それと乗り比べてみて、うん、まあ、多分なんか初めて乗る人でもちょっとなんかこう安心感を感じたりできる自転車だと思うんで、うん、こうスポーツバイクだけどなんかもっとこうなんだろう、ママチャリの延長みたいに乗れるバイクだと思うから、そうだね、いい意味で思ってたスポーツバイクと違うと思う、そう、うん、その予想を裏切る、うん、そうだからぜひ、ぜひね、代々木公園店に遊びに来てほしいですね。これは幡ヶ谷店しか乗れないからいや、これも代々木公園しか乗れない神馬行ってこれ乗りたいんですって言ってもね、乗れないから。まあでも神馬だったらもっとかっこいいの組めますよって言っちゃうかもしれないもうこれ言い出したらみんな気にないから、まあ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 、なんか言ってますけど、あのみんないいところがあるから、そうそうそうね。で、まあ、基本的にサーリーはどの店舗行ってもそういろんなサーリー見れるし、うんうん、これだけじゃないから、いろんなのあるから、うん、これ目当てじゃなくて、いろんなの乗れるからもうね、うん、ぜひ、幡ヶ谷店にねすごいお近くのウルラグに来てもらったら行きやすいところで、はい、とりあえず、ね、なんで、うん、ぜひ、ご検討ください。よろしくお願いします。いいフレームです、クロスリング。そうですね、本当にぜひ。悔しいね。ちょっと次、今度やっぱ我々が自分のために組んだやつの回をやりたい。自分のクロスチェックもね、自分のクロスチェック回を今度やりますか。じゃあ、まあ、三味線に司会してもらってね。そうですね、2人のクロスチェックでもいいし。いいね、確かに、うん、じゃあ楽しみ。それを次回いつかわからないけど続編が急にできましたできましたので、また次回もお楽しみに。ありがとうございます。
俺クラシック買ったんですよ。え、マジで今マジで今そう、マジでこれマジで嘘じゃなくて、この YouTube 撮るために用意した話じゃなくて、俺最近マジで今今野さんに塗ってもらってるんですよ。マジで、そうめちゃくちゃいいじゃん。今一番最近組んだ自転車がローバイシクルっていうののグラベルバイク、ディスクブレーキで、バキバキのね、そうバキバキのやつなんだけど、なんかね最近やっぱクロシック組む機会多くて、うん、気になっちゃった。ちょっとね欲しいもんだって今ウェンツがね、今のウェンツの気分で組むクロスチェックすげえ気になるね。すっげえ気になるわ、ね、めちゃくちゃ気になる。ちょっと俺も今また組み直してるから、ちょっと今度見せ合いしたいよね、うん、マジなんだよね、マジで欲しくなったんだよね、クロスチェックが。いいじゃん、いいじゃん、すげえいいよ、うん、じゃあもうこの収録すげえタイミングだった。そう、ちょっとね今なんならちょっと言うの恥ずかしいぐらい、ね、ちょっと恥ずかしい、ね、絶対当てにしてるっしょ、嘘っぽすぎだろそしたらちょっと俺も組むと思うから、塗り上がり次第。そしたらなんかまた撮りたくない？いいね。